おはようございます。10月の27日木曜日、新聞コラムの読み合わせを行います。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは70歳の時、突然告発される。神を冒涜して青年を堕落させたというのだ。裁判ではくじ引きで選ばれたアテナ市民が陪審員となり、2度の投票で判決を下した。1度目で有罪が、2度目で死刑が決まった。ソクラテスは逃げるよう勧める弟子たちをなだめて毒牌を煽って死んだ。悪法もまた法なりと言い残したとされる。紀元前399年の裁判の詳細がわかるのは、弟子のプラトンによるソクラテスの弁明をはじめ多くの記録が残っているからだ。2400年後の日本はどうだろう。最高裁判所の内規では歴史的に資料価値が高いと判断された記録は永久保存するよう規定している。にもかかわらず、神戸火災は連続児童殺傷事件の全記録を廃棄していた。平成9年、榊原征夷を名乗る当時14歳の少年が小学生5人を殺傷した事件は世間を震撼させた。少年法が厳罰化されるきっかけにもなった事件の記録は当然後世に残すべきだろう。いや、神戸火災だけではない。各地の火災で重大事件の記録が失われていた。長崎県佐世保市で平成16年に小学6年の女児が同級生の女児に殺害された事件や、名古屋市のアベック殺人事件（昭和63年）も含まれていた。最高裁は裁判記録の保存について、25日になってようやく有識者委員会で検証する方針を明らかにした。日本人は古来、日記の愛好家が多く、せっせと日々の出来事を綴ってきた。その一方で、公文書を適切に管理するのは苦手のようだ。アメリカでは連邦機関が認めたすべての裁判記録を永久保存されている。文書の保管の問題はデジタル化で解決できるはずだ。昨今の流行とはいえ、断捨離は万能ではない。令和4年10月27日木曜日、三経妙の音読を終わります。今日の三経妙の表題は次のように決めました。火災文書保管と公文書の捨て活です。ソクラテスが毒牌を飲んで裁判の判決で死刑が決まったので、毒牌を飲んで死亡したという記述はプラトンによる記録が残っているからということです。しかし、平成9年に榊原征夷を名乗る当時14歳の少年が小学生の一人の首を校門の上に晒し、首を切って校門の両脇、石柱の上に置いたのは、あれはびっくりしましたね。その他に
長崎県佐世保でも小学4年の女の子が同級生の女の子に殺害されたという事件など、日記を書く人がいるのに公文書をせっせと捨てる人がいる、なんということでしょう。記録を残す気がないのか分かりませんけど、重大な事件の記録は残しておいてほしいと思います。以上です。